調子道は、千葉県中央区、市場町、または、大網白里市駒込から、調子市西芝町に至る街道である。調子街道は、千葉県阿弥越こと武器から、調子市、飯沼町に至る街道である。別称は、沢原、調子街道である。この街道は、調子方面への接続を可能にするために各地と、つながった街道である。現在この名称で使われる道路は、 複数あり、正式には決定していないため、有力な二つを可視する。国道126号が現在踏襲している、太平洋側に整備された街道である。下宇佐大地の谷間、麓を沿うように古代から建設され、明治期にはすでに整備されており、三部市、鳴門や創作市、旭市などの町を接続していた。現在、多くの部分で、 線形改良やバイパス道路を建設したことで、県道や市道に降格した。なお、前線で都市計画道路が検討されており、東岸根市では大方三砂路から3.57千葉町支線として、沿線の再開発、整備が検討されており、同様に、三部市では3.50姫島偶前線として、 津辺交差点付近まで計画されており、かつて市街地の中心道路として発展した形跡が現在も残る。江戸時代には千葉付近で房総王冠、国道357号、国道16号、国道127号、桜街道、大網街道など千葉全域と接続しており、江戸に物品を輸送する主要な道路として役割を果たした。また、従来は、 調子道を使い海産物を運んでいたため、輸送限界が関東圏内だったが、太平洋沿岸で、あずめぐる海運が発達したことで、大量の九十九里産のイワシを運べるようになり、金比として重宝されたことで、日本全国の農業が発達する原因にもなった。明治期に入ると国道として制定されていたが、戦後各地で整備が進み、高度経済成長期に東海道に並行して、 国道126号バイパスが建設された。また、明治期までこの街道沿線には、町や田畑が広がっており、土星の道路であったため、降雨により通行がたびたび困難になった。そして、東金と調子の重要な中継地点であった鳴門は、九十九里からの海産物の貨物輸送も多く、宿屋などの宿泊施設が立ち並んでいたが、降雨によりたびたび泥道と化していた。これが、 高雨による輸送停止を危惧した安井治務民が鉄道誘致運動を起こす原因となり、後に総武本線を不設するきっかけとなった。銚子市西芝町で銚子街道と合流するため、香取市、沢原や安彦などの水郷地区や鹿島神宮への参道、鹿島灘に面する地域との交流で道中が栄えた。国道356号が現在踏襲している。 利根川沿いに整備された街道である。なお、厳密に起点は決定されておらず、木下街道と接続する、木下付近を起点とする説や沢原を起点とする説も、ある。江戸時代には、阿鼻子塾で、旧水戸街道と接続していた成田街道とともに、インバへの輸送路、開発路として、役割も果たした。また、水運とともに発達し、明治期には、水戸街道とともに、 すでに国道として確立していたが、利根川の治水工事の影響により現在は一般県道や市道に格下げされている箇所もある。神崎町区間では成田線と並行しており、利根川とは大きく離れているが、香取市の沢原市が一致に入ると、再び合流し、県道55号が踏襲している。なお、かつてはここに、助原宿があり、 成田山新勝寺に至る沢原街道や香取神宮に至る香取街道、多古街道と接続していた。その後は、長子市から小町の長子大橋前交差点までの多くを成田線と並行して国道356号が踏襲している。西芝町で長子道と交流し、飯沼町の飯沼観音付近で鹿島市や水戸市に至る飯沼街道と接続する。なお、 長子道と同様に水橋の町として栄えた、沢原の発展のため、井上県の城らが発起した竹総鉄道会社は、長子街道に沿う形で建設が計画された。ありがとうございます。